この後グラデーションカラーをしていくんですが、まずデジコアパーマを、どういう風にかけていくかっていうのをちょっとここで公開したいと思います。こんにちは、札幌占い美容師の山口の後藤です。今日はどうしますか？今日は、はい、透明感のグラデーション、透明感のグラデーション、はい、こういう色がさ、あとはなんかなかったですか？あとは大丈夫、あ、じゃあここはこのグラデーションでいいと思う。下の部分、あ、グラデーションというか若干こっちの方が明るい、ここが明るくなってて、ここ暗い感じ。モデルさんは若干ブリーチは日本はしてるんですけれど、ブリーチしないでいく。したことがなくて、しない方がいいんじゃないですか？痛んじゃいますかね。あ、痛みそう。どうかな、すごい、もうこれにするんだったら痛、あのブリーチしないからもったいないかな、大丈夫だよ。まあブリーチしないでやるとしたら、ちょっとこれよりはちょっと暗くなるんですね。先だけブリーチ、あ、全然できますよ。絶対こっち入れなきゃいけない、はい、先だけは入れてもいいかもしれない。このままだったらちょっと変わってしまう。うちのデジコアパーマってかければ結構ウェーブは出るんですけど、それかもう痛みになったらブリーチして痛みです、痛みいいの？痛みです。もったいないかな、切るの？いつかは切るの？へぇ、でも美容師さん見てるかな、ブリーチとデジやったらいつやべえじゃん。何ますか？じゃあどっちがいいですか？やりたいんですけど、熱入れるので、あとでカラーでちょっと取れる可能性が非常にあって、それが怖いんですよね。本当この人みたいな感じですかね。本当こんな感じになっちゃう。このぐらい頑張ってかけて、このぐらいになれるというか。そう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 。でも、なんでもいいんだったらもう、いっちゃいますよ。大丈夫です。あんまかけてこれに。大丈夫ですか？はい、ここが大事です。ファームに多分2時間かかって、カラーに1時間だから3時間かかります。はい、わかりました。やります。はい、お願いします。はい、です、はい、じゃあそのフルメニューでいきましょうかね。はい、はい、ではかけます。はい、今日パーマー、この後ですね、パーマー、デジタルパーマーと、その後グラデーションカラーをしていくんですが、まずデジコアパーマーをどういう風にかけていくかっていうのをちょっとここで公開したいと思います。こちら限定の動画になりますので、お知らせだったりとかシェアはしないでください。で、デジコアパーマの違いというのは、通常のデジタルパーマっていうのは、はい、でも今シャンプー台で、塗布していくんですけれどもまあ、トリートメント剤とかね、いろいろついてたりとかもしますし、まあ、いろいろ阻害してしまうものがあるので、ここでこれがエタノールをちょっと薄めたものなんですけれども、これであのキューティクルを毛髪自体の浸透率を高くするような感じです。
で、この状態に加水をつけていきますね。加水とブロム酸をダブルでつけていきます。はい、このような感じですね。これに、薬剤をちょっとこうつけていくような感じです。で、このようにかけて、ロットの上から、ごめんなさい、ちょっと冷たいですね。ロットの上からちょっとかけているんですけれども、これロット外してしまうと、だれちゃうので、ロットつけた状態でいいです。でですね、この後やるのが、今この状態でちょっとお時間を置きます。で、この後カラーするんで、ちょっとカラーの準備をまあこの後するんですけれども、ある程度つけたら、できれば、まあ、そのパーマが落ちやすい方3分ぐらいちょっと置いてください。で、3分置いたらアウトして、今度荷材に浸透させます。ちょっとそこまでやってみますね。で、今はもうお時間置いてるんで、この状態でアウトしていきます。で、ですね、 6% のオキシをシャンプーボールにバーッと流します。ちょっともったいないんですけど、どうかっていうとですね、一液の残留を絶対あるので、その一液の残留をなるべくなくしたいという目的でやってますから、もうつけとくのが一番いいんですね。ストレートかましてますから、ここはコーミング、表面だけはちょっとコーミングを入れて、はい、では今これでデジコアパーマがかかってると。で、これの良さは、このまま自然乾燥スタイルも作れるし、大きくウェーブも、こういう風に乾かしていったら大きくウェーブも作れるんで、お客さんが自分でやりやすいのがこのデジコアになります。で、表面の方は、まあ、乾かすと分かるんですけど、結構 A ラインのラインにハチがちょっとフィットして、裾広がりのリバースの感じになってます。で、ここからうちのソーダカラーをちょっと紹介したいと思います。ソーダカラーって何かっていうと、ブリッジをしないでワンプロセスで透明感あるツヤ感のカラーを作っていくってことになります。で、まずですね、こちらの根元の方が、ちょっと伸びてきた時に結構分かりやすいんですよね。なので僕はこの縦で塗っていく感じなので、このフォームの溝がちょうどよくて、これで塗っていくと横のラインっていうよりは縦のラインが出るので、伸びてきた時に自然につながります。結構傷まないって僕は思ってるんで、他のカラーとか色持ちが良かったりとかいろいろしますけど、なんか匂いが、まあ、残臭がすごいのと、頭洗っても匂いが取れなかったりとかして、すごい残留物質がすごく気になるので、まあ、10分ぐらいちょっと放置していきたいと思います。はい、今、カラーも終わった状態なんですけど、結構ウェーブが残ってくれたので良、かったかなと思います。これからちょっと乾かしていきたいと思います。で、乾かして、その具合をちょっと見てください。で、これだと、モデルさんもこのまま、例えばうちだとヘナジェルとかをつけて、そのまま自然乾燥でもスタイルになりますし、乾かし方によって大きいウェーブに作れることができるので、ちょっとやってみたいと思います。先っていうと思います。で、ここもここに、この肩のこの鎖骨のところにこうなんか持ってくるみたいな感じで、でまだやってますよね。ただ熱で反応するんですね。で、5秒ぐらい待ってください。これが出ます。で、こうやってやってるのはただこう束にした方がこうやってやりやすいからやってるだけで、別にこれやんないで普通にこうやって持ち上げても大丈夫。全部すくえなくてもいいので。で、こうやってやって、で、じゃあ結構、カール上から出したいという場合は、耳の穴、ちょっと上まで持ち上げてください。何個かに分けてでもいいので、で5秒から10秒待ってもらっていいですか。そうすると毛が冷めてくるんで、
ところに変われば出ます。耳の穴まで持ち上げたら5秒から10秒待って、でリバースにかけましたよね。ここはね、リバースちょっと難しいんだけども、これちょっとリバースに持ち上げるしかないんだよ。こうやってここ難しいよね。これはリバースにやるとこういう風に、すごい、結構すごくないですか。すごいですね、はい、こういう風になって、で、そのまま結構カールが出ます。でこの鎖骨のところで一回下の毛は持ち上げた方がいいです。で、面倒くさかったらもうなんか濡れてる時につけて、一応オーガニックジェルがあるんですけど、それをつけても終わりとかで、乾くとまあ普通なりになるんで、ただこうやって乾かしてあげた方が綺麗なウェーブが出ます。今日も撮影が終わりました。お疲れ様でした。はい、パーマとかどうでしたか。難しいですね、すごい聞かれた。すごかった、くるくるって。結構変わりましたよね。はい、すごい。できそうですよね、自分で。はい。はい。で、カラーの方は、まあ、こちらの方が抜けてくるので、まあ、強いて言えば、ちょっとブルー、若干毛先、要は、今この見た感じ、トーンが上がってるんですけど、ブルーもちょい、線量薄くてもよかったかなっていう感じ。ちょっと頑張りすぎちゃったんで、まあ、抜けて時にグラになってくるので、若干もうちょい少なくてもよかったかなっていう結果になりました。まあ、綺麗に染まってますよね。はい、ちょっとガラッと変わったので良かったのではないかなと思いました。はい、どうですか、一連のなんかパーマとカラーしてみてる感じ、今までの感じと結構お店早まかし流というか、違いますか。一緒ですか。はい、すごいなっていう。ああ、ありがとうございます。はい、なんか匂いとか、はい、あんまりきつくなかったです。あ、そうですね、はい、匂いそんなにきつくないかもしれない。そうですね、時短で、時短で、時短で、ありがとうございます。早くて、ありがとうございます。終わります。はい、ではじゃあ皆さんまた見てくださいね。じゃあね、バイバーイ。はい。